超満員の大田区体育館、いよいよ決戦の時がやってまいりました。ご覧ください、思わぬ挑戦権を得ました。思わぬ大きなチャンスをつかみましたダンプ松本が今極悪同盟の肩車に乗りまして入場してまいります。いやー、なんとも異様な人形光景です。極悪の旗を振って今極悪の天下を取らんものと、ダンプ松本威風堂々辺りをからって入場いたします。ダンプ松本竹刀を持って登場。不気味な音楽がまだ鳴り響いております。さあ、そして赤コーナーからはデビル雅美の入場であります。今日はどうやらデビル雅美のセコンドに長与千草がつくようであります。長与千草と今リング上、ダンプ松本にらみ合い、そして今デビル雅美がゆっくりと花道を通って入ってまいります。因縁の対決です、因縁の対決です。かつてはデビル軍団、そして今たもとを分かちましたデビル雅美、ダンプ松本。まあ、ジャガー横田のですね、本当に振り込みの次元、チャンピオンベルト献上という事態はあったんですが、しかしこうしてダンプ松本デビル雅美の対決を迎えてみますと、これまた宮本さん、ファンとしては見逃せない因縁試合ですよね。もちろんそうですね、はい、まだにらみ合っております。ダンプ松本デビル雅美、思えばデビル雅美、デビル軍団解散のきっかけはこのダンプ松本の暴走でした。そしてダンプ松本極悪同盟結成のきっかけもこれまたデビル雅美にありました。今この2人が2冠をかけて大田区体育館、超満員のファンの前で対決する時がやってまいりました。今2つのチャンピオンベルトが返還されております。まあしかしね、ジャガー横田の残念さ無念さはよくわかりますが、ダンプ松本としては抽選であの決定されたとはいえ、一気に極悪の時代をですね、この大田区体育館で一気に作る絶好のチャンスですね。もちろんそうですね、はい、極悪時代とね、はい、締めくくるも一戦ですね。そうですね、今年1年はまさに極悪が荒れ狂った時代でございました。そしてその最後を締めくくりは誠にふさわしい。もしこの一戦に勝てば、まさに全日本女子プロレスには極悪の時代がやってまいります。まあ、その防火堤となるかどうかがデビル雅美、今日の試合勝ってるわけですよね。デビル雅美としては大変な試合を迎えたわけであります。おそらく相手がジャガー横田の方がデビルとしてはよほど戦い良かったかも分かりません。さあ、宇治エリングアナウンサーが選手の紹介であります。まず赤コーナーです。上下姿、そして手にご覧のように紫の木刀、あのデビル軍団デビル雅美が帰ってまいりました。まるで太陽旗のように極悪の旗が並んでおります青コーナー、デビル雅美貫禄の紹介であります。いやー、これは果たしてどういった試合になるか、60分一本勝負。まあデビル最近ちょっとウエイトが落ちているだけにですね、100キロのダンプ相手にまずこの辺り宮本さん心配じゃありませんか。そうなんですよね、はい、もちろん減量した分スピードスタミナはねついてきたと思うんですけども、やはりダンプ本当に暴走タイプで一気に押しまくってくるタイプですからね、はいはい、もう一瞬隙を見せるとそのまま叩き、はい、なんて言いますか、マットに進められる可能性十分ですから ね、 そうですね、はい、いやー、しかし今年1985年、昭和60年を締めくくる本当に大一番がやってまいりました。さばくのはジミー加山。さあ、早くも木刀を手にしております、いや竹刀を手にしておりますダンプ松本、紫の木刀を手にしておりますデビル雅美。力
しかしジミー加山どうさばきますか。試合が始まります。やはりこの木刀とそして竹刀はリング下へ。さあ意言を込めてこれから試合が始まります。まさに今10年対決の時を迎えました。デビル正美とダンプ松本、まあ、昨年2月にですね、はい、あのデビルがデビル軍団の解散を宣言したわけですけども、はいはい、まあ、その後この両者3回シングル戦をやってるんですよね、はい。まあ、その結果デビルが2回反則勝ち、はい、そしてもう1回は両者反則という引き分けになってるんですけども、なるほど、まあ、いずれも決着がついてないわけですね、はいはい。いや早くもダンプのラップファイトであります。何かのロープ越しにですね場外に投げ捨てようとしましたね、はい、今あのデビルちょっと謝っていたらあのまま下に落ちてますよ、そうですよね、今日はしかしねもうどういった試合になるか全く予想がつきません。怖いような予感がいたします。さあダンプが髪の毛を持って叩きつけます。また髪の毛を持って今度はロープにそしてハンドを利用いたします。ダンプ松本パワフルな攻撃を展開。まずダンプ先制攻撃であります。ダンプの重量感がリング上を覆いつつおります。ダンプにとっては大きなチャンスです。総決算の時を迎えました。今日ダンプ松本がデビル松本を破ればダンプ松本は BWA の頂点に立ちます。そしてオールパシフィックのチャンピオンベルトも取ることができます。さあこういった本当に苦しい試合になりました。デビル正美に対しまして場内から声を揃えてデビルコールが巻き起こっております。果たして女子プロレスに極悪の時代が来るか、一気に極悪時代を作るか、その大過程となって懸命に極悪を止めることができるかデビル正美。いやーデビルの細いね何か肩に極悪隊を取っておくかどうかの大きな責任がかぶさってまいりました。デビルコールを問題にいたしません。相変わらずダンプ松本の猛攻が続いております。さあダンプがロープにあーっと何か叩きつけるようにしました。どうしたんでしょうかデビル正美、今ロープに振られる前に自分で倒れましたね、そうですね、はい、ちょっとひざまずいたようになりましたね。どうでしょう、恐るべしダンプ松本、やりたい放題やりたい放題ダンプ松本。さあデビル立て、デビル立て、満員のファンがデビルに声援を送る。デビルが立ち上がりました。さあデビル立て、デビル、あーっとパンチ、左のパンチが入りました。デビル軍団の女王だったデビル正美に戻れ、そういったファンの声援だ。さあパンチ攻撃、ボディに炸裂、ボディに炸裂、一番弱いウィークポイント、ボディに炸裂、しかし一発でデビルが吹っ飛びました。依然としてダンプ松本力を誇示しております。今度もヘッドバット、デビルがいった。デビルの闘志にようやく火がついたようであります。デビルのヘッドバット、さあデビルがロープに振った、どうか、まずヘッドバット、ようやくデビル松美が反撃に転じました。さあどうか、おっとエプロンに出しました。そして鉄柱が待っている、鉄柱攻撃、エプロンに今を向け、そして場外に落ちました。ダンプ松本か、そしてデビルが一気に飛んだ、トップロープから飛んでおります。これはすごい攻撃だ。さあそして場外戦になりました。場外戦であります。今デビルが上がりました。ダンプ松本もゆっくり入ってまいりました。宮本さん、はい、デビルもなんとか息を吹かした感じですね、ようやくあの回復に、しかしまたラリアートにやられましたね。ラリアートを食いましたね。あーっと危ない、今危なかったですね。いやカウント2、デビル正美危なかった、必殺のラリアート炸裂。そして今度はパイロドライバーの快晴だ、パイロドライバー入りました。また上から行くカウント、
ご覧のようにカウント3はなりません。粘るデビル、決めようというダンプ。さあバックを取った、足をかけて必死にこらえます、足をかけてこらえます、ジャーマンの体勢です。しかしデビルも足をかけた。さあ今度はバックだ。さあバックドロップ、100キロバックドロップ、完全には持ち上がりません。ちょっとあの崩れましたね。難しいですね、はい、さあまたまた鉄柱か、今度はどうするか。おっとダンプが上がるか、いやデビルが上がるか。さあダンプかデビルか、さあどっちが先にかけるか。デビルがかけた。デビルがブレンバスターをかけました。逆の体勢になったら今度はデビルが場外でした。どうか、ハンは3を入れております。ハンは3を入れております。しかしジミー加山のカウントは2で止まっております。いやー死闘を展開しております。さあ今度はブル中野が手伝うか。さあダンプとブルの2人攻撃になった。ラリアート、強烈なラリアート炸裂。しかしこれは反則、これは反則。ジミー加山がカウントを取りません。当然です。まあこのノーカウントはもう仕方ないところですね。当たり前ですね、はい、いやーしかしね死闘を展開しております。見応えがあります。今日の60分日本勝負、カイロドライバーはどうでしょうか。持ち上がりません。体勢を崩し立ちました。膝をついて我慢する。しかし、しかし入れた。デビルが入れた。これは体験だ。100キロ、100キロ、100キロ自爆。さあ、カウント3つ。ビタンナ君で悔しがっております、ファン。大変な試合になりました。場外に、場外に、試合は場外にも連れ込んでおります。さあ場外戦になりました。全選手が今リングサイドに集結しております。そしてここでもやはり極悪同盟の場外戦が綺麗なコンビネーションになって炸裂しております。いやー今なんかあの机を出してましてね、そこにねぶつけられました、はい。やはり影武者軍団もねこういう時には大親分のダンプの方に対しまして忠誠を抱いております。さあこれは危ないぞ。ブル中野が今、さあどうかどうか。ああ、しかしこれは逆でした。完全に逆でした。今頭をこじ入れて、さあデビルマサミ、このまま一気に、このまま一気に落とすか。懸命にこらえるダンプ。さあどうか、小松美香アシストに入った。そして向こう側は誰か、向こう側は誰か、ライオネス飛鳥か。さあダンプが、ダンプが今危ない。あーっと後ろに行った。後頭部を打ちました。デビルマサミ絶好のチャンスだ。上から覆いかぶさった。カウントが入って、あーっと3つ入った。3つ入りました。極悪の野望をついえ去りました。まさに水際、まさに水際、デビルマサミ見事な逆転勝利。ボケツを掘ったダンプ松本、ボケツを掘りました。いやーこれはダンプ松本としては誠に抗議でしょう。今デビルマサミの手が大きく上がりました。デビルマサミ感激の涙をこぼしております。まだ朦朧としておりますダンプ松本、ダンプ松本朦朧としたまま今控え室に運び込まれます。宮本さん、はい、最後は開けなかったんですけども、しかしデビルマサミ本当にもうあるかないかのチャンスをうまく捕まえましたね。本当ですね、はい、もうあのデビルマサミね本当にあの、ま、ナンバー2に今まで泣いていた、はい、そして今あのジャガー横田のベルト返上というね、はい、急変で、そして今ベルトを支柱にしたこの女王ベルトね、3年前に初挑戦して両者リングアウトでしたよね。このちょうど大田区体育館だったんですけども、はい、そして2度目が58年でしたよね。そして2年越しに実現した3度目の、ま、女王の座の挑戦、そうですね、やっと支柱にしましたよね、はい、いや
ジャガー横田泣きアウト。今デビル雅美 3AA の頂点に立つと同時に全日本女子プロレスの頂点に立ちました。オールパシフィックチャンピオンベルトを守り、そして今念願の 3AA の世界シングルチャンピオンベルトをしっかりと身につけました。再び上がるデビル雅美の右手、本当におめでとう。デビル雅美嬉し泣きであります。気持ちがわかります。まあ思えばね、デビル軍団を解散して苦しい悔しい日々が続いておりましたデビル雅美、今その一番憎むべきダンプ松本を下して堂々二冠を制しました。本当にすごい試合でしたよね。ね、そうですね、はい、まあ、あのデブリにとってはですね、はい、やはり、まあ、ダンプ松本を今破りましたけども、ええ、なんといってもジャガーとやりたかったというのは本音でしょうからね、はい、そうでしょうね、はい、そして今ね長与千種とがっちり握手しておりますデビル雅美、長与もまたデビルを慕っております。いや、長与千種が我がことのように嬉しがっております。今日のこの一戦はジャガー横田が昨日ですね、前日新潟を脱臼いたしました。そして本来でしたらデビルとジャガーの対決だったんですけども、急遽抽選によりましてダンプ松本に変わりました。そして気持ちよく献上をいたしましたジャガー横田、今控え室から出てまいりました。まあデビルとしてはジャガーに本当にジャガーさんありがとう、そういった気持ちでしょう。しかしジャガーだって今はね急遽このチャンピオンベルトをね返上いたしましたが、ジャガーももう一回ですね、今度はデビルの持っているこのチャンピオンベルトに挑戦してもらいたいですね。本当ですよ、はい、まあ、ジャガーはね、ジャガーは秘密ということもいつも使ってましたが、はいはい、まあ、予期せぬアクシデントで返上したベルトですけども、今度はまた力でね、デビルから奪い取る、そういう気力であの来年を頑張ってほしいですね。そうでしょうね、はい、いやしかしいろんな意味で今日のデビル雅美のこの防衛成功はというよりも2冠を期待1戦勝利は全日本女子プロレスにとりましても大きな勝利でした。まあ、あのファンの間にはですね、これでもう完全に極悪に制圧されて極悪の時代が来るんじゃないかとこういうふうに心配していたファンもいたと思うんですけども、細いデビルが必死にですね